ではその歌聴いてください。バスルームシャドウ。ありがとうございました。どうもありがとう。バスルームシャドウ。おさむお兄さんから一番遠い歌かもしれませんね。僕はその当時作っていた一人称っていうのは大体俺という表現を使ってましたね。これあんまりやっぱりお母さんと一緒で俺っていうもうないですもん ね。みんな僕とか私たちとかさ、僕たちはみたいなね。だからいかにこういう歌を歌っていた私がある日お母さんと一緒に出るっていうかね、その当時僕を応援してくれていたお友達と、まあ、ファンの方、まあ、たくさんいませんでしたけども、多分びっくりしたっしょ、うん、僕もびっくりした。まあそんなわけで、まあ結構ラブソングといっても、まあ、失恋系の歌がね多かったかもしれないですよね。だからね、そんなね、君に元気出しなよっていう歌をその当時も作りました。アナザーボーイという歌でございます。では歌います。アナザーボーイ。泣いてる君のすぐそばには膝小僧を抱えて、心配そうに見つめている少年が座ってる。悲しむ君のすぐそばには微笑みを忘れない。
もう一人の僕がいるよ。少年が座ってる。君の心をいつも歌にして聞かせているんだ。風に届くように気づいてあげなよ。そんな彼のことを背伸びをしながら君を慰めている。 Another boy, another boy 気づいてあげなよ。 Another boy, another boy 少年がいること。何流した涙もそろそろ乾く頃、最後の一粒ごくんと飲み干せば君の体に優しく染みて生きてく力も湧いてくるさ。だから Another boy, another boy 気づいてあげなよ。 Another boy, another boy 少年がいること。あんなに流した涙もそろそろ乾く頃、最後の一粒飲み干せば君の体に優しく染みて生きてく力も湧いてくるさ。だから Another boy, another boy 気づいてあげなよ。 Another boy, another boy 少年がいること。わー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 。どうもありがとう、ありがとう。